はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は超高難易度フィナーレ金色のメトロポリスについて解説していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの高難易度なんですが、オルタニキ短期にすることで誰でも勝つことが可能です。で、パーティー編成はこういう感じです。では早速やっていきましょう。ただね、これちょっと運要素が一つ絡む場所があるんで、そこだけ、注意してください。初ターンにオルタニキのコマンドカードバスター2枚以上ないときついです。バスター2枚以上かつ、バスターチェインができる状態じゃないと、ここ一旦目詰むので、そこだけ注意してください。はい、リタマラです。 OK、ということでやっていきましょう。まずギミックの、解説もしていくんですが、オルタニキ短期する場合、倒す順番がめちゃくちゃ重要となります。で、倒す順番なんですが、ここで言うと初めにバニアン倒します。で、まあそれ以外のキャラクター見ていくんですが、まあこういう感じの効果があると思ってください。ビリーだったら、防御無視状態不要、そして HP が0になった時味方全体控え含む必中状態不要、これ発動させてしまうと短期することできないんで注意してください。で、自身の通常攻撃時に火傷不要永続、そしてバビロンの花嫁、HP が0になった時味方全体にガッツ状態3回付与、これも発動させると詰むのでやめてください。自身がフィールドにいるとき、味方全体の宝具のダメージ耐性アップ、自身を除く味方全体の最大がすいません HP が0になったときに、バビロンの花嫁の宝具チャージ最大にして宝具威力アップっていう、この横の敵を倒していくごとに毎ターン宝具打ってくるっていう感じです。ただここターゲット集中あれば簡単に、対処することできます。で、バニアンに関してはゼロになった時敵全体の防御強化状態を解除、自身がフィールドにいる間敵全体に攻撃強化無効状態を付与、 HP 回復という感じになっております。まず1ターン目なんですが、ターゲット集中、マッシュにターゲット集中してあげて、ここ殴っていきます。で、これでね、体力が低いということでね、もう簡単に倒すことできます。はい、突破、こういう感じでアップします。で、さらちにするよって言われてるんですが関係ない。で、ここで、嫁ネロ攻撃ホーグスくるんでマッシュに受けてもらいます。正直マッシュじゃなくても大丈夫です。レオニダスでもいいし、ターゲット集中持ってるキャラクターだったらもう何でもいい、本当に。はい、1ターン目突破。その次、新しくアンメアが出てきます。アンメアは HP が少ないほど攻撃力アップ、ゼロになった時自身を倒した相手の、防御力を5ターンダウン、HP を減らす、クリティカル発生率アップというのがついております。ここでターゲット集中して、とりあえず殴ります。で、ここ、ゲオ先生にケイネスレートつけているんですが、ケイネス連想なんて持ってねえよっていう方に関しては、あれだ、後ろ側にターゲット集中のキャラクター、連れてくることで対処することが可能です。で、ここなんですが、そのまま行きます。ここも海賊の子を倒してください。アンメアですね。 OK、で、チャージが最大になるんですが大丈夫で、 HP 減少されるんですが特に関係ないです。で、ここ最大 HP チャージされるんですが1回分無敵残ってるということで大丈夫だから、スキル打たれてもいいし打たれなくてもいいって感じかな。どちらでも対処が可能となっております。はい、無敵で大丈夫で、ここで、ゲオ先生を落とします。バン、はい、マスターゲオ先生が落ちる。で、ビリーの方に必中つくんですが、この必中に関しては確か去年だったらすぐになくなったんだけどな。まあいいや、ここ弥生の加護打っておいて、バスターアーツかな。了解。で、オルタニキ今回キュアつけているんですが、まあキュアついてると火傷を解除できるといった意味で便利です。
で、まあここは正直なところクリティカルしなくても突破することが可能です。で、まあ攻撃来るんですが回避打っているということで大丈夫です。はい、でやけどとかついちゃうからそこがちょっとって感じかな。で、回避がなくなっていると痛い。3回攻撃だけは対処することがやっぱりできない。でここなんですが無敵張ります。で、どうしよっかな。まあそのままこっち攻撃しましょう。ここ宝具打たないでください。バスターチェーン。そして火傷あるんですが、まあ、今回コマンドコードでキュアがあるということで火傷が解除されていきます。はい、突破で、いろいろあるんですがこういう感じになります。あ、というかすげえギミックの方全く持って見てないんですが、まあいいか。でここ、さっきアナちゃんメルーサランサー倒したんでスタンするんですが、そこは、イシスの雨で回避します。でここ無敵張ってるんで大丈夫です。はい、 OK。 でまあ行くぞ英雄王ということで、さっき、花嫁の方が、宝具耐性全員につけていたんですが、その宝具耐性がなくなります。それと同時に弱体解除で、ここまあ一応攻撃力ダウンさせておいて、ギルガメッシュを倒してから、バスターチェーンでそのままビリーを倒します。でギルガメッシュに関しては HP が0になった時味方全体の HP 回復、敵全体の HP 率 100% 回復で、まあいろいろついているんですが、まあそんなことは知ったこっちゃねえと、バスターチェーンすれば勝てるんやっていう感じです。でここ宝具レベル1で構いません、ただフォー君はやっぱ振っといた方がいいかな。で安定性求めるって考えるんだったら宝具レベルは、まあ2あればいいかなと思います。はい、突破でこっちも HP 回復。はい、でここ倒していきましょう。バスターチェーンで OK です。初段差ってやってくるんですが関係ない。で、ああ、防御力アップとかいろいろつけてきますね。痛い。ただ大丈夫。で、敵に関してはもう、宝具の耐性解除しているんで、宝具がすぐ撃たれるというわけではありません。で、まあ、ここ、必中がもうついちゃっているんで、ここで加速させようが、加速させまいが意味がありません。で、まあ、ここ、バスターチェーンで倒すことができるんですが、まあ、バスターチェーンで倒すか。いやけどまあちょっと痛む、うん、まあ防御力アップがついてるということで、まあもしかしたら倒せない可能性があるんで、ああそうだね、ちょっと防御力アップがついてるからバスターチェーンでも少し残るって感じだったかな、もしかしたら。ただ、ガスついているんで、こちら大丈夫です。でまあやよけもついでに打っておきましょう。意味ないんですが。であとはここでバスターチェーンをすれば勝利となります。あれ、俺ゲオ先生の解説の方言ってたっけな。まあいいか。ということでオルタニキ短期で運用することで、フィナーレに関しては超簡単に攻略することができます。こういう感じですね。でまあクリアするとこういう感じの報酬が得れると。でまあこれに関しては本当にフレンドのオルタニキもしくは自軍のオルタニキがいれば、簡単にできるし、経年スレーソーがなかったにしろ後ろ側に、ターゲット集中のキャラクター持ってくることで代用は、聞いたりとかするんでめちゃくちゃ簡単かなと。本当にスイーツユニバースとジャガーの国クリアしてる人だったら誰でもできるんじゃないかな。ただ、ポイントとしては、1ターン目の時に、チェインのやつが組めないと倒すことができないということがあるんで、そこだけ注意しておいてくださいぐらいかな。話す内容としてはこういう感じになります。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さんご視聴ありがとうございました。今日からまた新しい高難易度が出てるんでそれも、後々に動画にさせていきたいと思うんでどうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.